コーツランドは南極大陸にある地域の名称。成形20度から成形36度にかけての地域でウェッデル海の東岸、ドロンニングモードランドの西側に位置する。コーツランドの海岸は北東から南西の方向に伸びている。コーツランドの南東部には南極横断山脈が達しており、それよりも東側のコーツランドは東南極に含まれる。域内には シャクルトン山脈などの山脈がある。コーツランドには、イギリスのハリー基地、アルゼンチンのヘネラルベルグラの通基地が置かれている。この地域はイギリスが宣言する、イギリス領南極地域、アルゼンチンが宣言する、アルゼンチン領南極の、それぞれ一部である。2012年にコーツランドの南側から南極点に、かけての地域がイギリスによって、 クイーン・エリザベス・ランドと命名されたが、アルゼンチンは強く反発している。コーツ・ランドの北東部分は、1902年から1904年に行われたスコットランド南極探検隊において、ウィリアム・スピアーズ・ブルース隊長によって、スコティア号、スコシャから発見された。彼は探検隊の主要な支援者であった、ジェームズ・コーツ・ジュニアとアンドリュー・コーツ少佐にちなんで、発見した土地を、 コーツランドと名付けた。1912年、ドイツのビルヘルム・フィルヒナーが、ドイッチュランド号ドイッチュランドからルイトポルドコーストを発見した。1914年12月から1915年1月にかけて、アーネスト・シャクルトンが率いるイギリスの帝国、南極横断探検隊が、ルイトポルドコーストを目指して、ウェッデル海を南下した。この時発見された海岸は、 ケアードコーストと名付けた。1915年1月、シャクルトンの帝国南極横断探検隊が撮影した、ケアードコーストケアードコーストは、コーツランドの一部をなす海岸の名称。成形20度にある、スタニーコールウィルス氷河の末端と、成形27度54分にある、ヘイズ氷河付近の間を指し、コーツランドの西部にあたる。 1914年12月から1915年1月にかけてアーネスト・シャクルトンが率いるイギリスの帝国南極横断探検隊は南方へ向かう探検の際にこの海岸線を発見した。シャクルトンによる発見はウィリアム・スピアーズ・ブルースによって発見されたコーツランド北東部と1912年にビルヘルム・フィルヒナーが ドイッチュランド号ドイッチュランドによって発見されていたコーツランド聖誕のルイトポルドコーストの間の道の海岸線を埋めることとなった。アーネスト・シャクルトンはこの海岸を当時の探検隊の出資者の一人であるジェームズ・キー・ケアードにちなんでケアードコーストと名付けた。ありがとうございます。